視覚障害者誘導用ブロック。視覚障害者誘導用ブロックは、盲人などの視覚障害者を安全に誘導するために、地面や床面に付設されているブロックプレートで、主にブロックの突起を足で踏むことで、足裏の感覚により、情報を得ることができる。展示ブロックの名でも知られる。ただし、通常の意味での展示は使われていない。 安全交通試験研究センターの登録商標第四百五十六万九千八百七十二号は財団法人安全交通試験開業研究センターの展示ブロックであり、展示ブロックという登録商標ではない。センターの初代理事長である三宅聖一が友人の失明をきっかけに九百六十五年に発案、発明し、九百六十七年三月十八日、 岡山県立岡山盲学校に近い旧国道2号の原尾島交差点の横断歩道周辺に計230枚が世界初めて付設された。その後、歩道、鉄道駅、公共施設、商店の出入り口付近、横断歩道の手前、車道の横断歩道部分などエスコートゾーンに設置されている。諸外国の公共施設などでも付設されているが、日本ほど多くはない。 警告した線が突起状で移動の方向を示す線上誘導ブロックと格子状の点が突起状で注意喚起警告を促す天井警告ブロックの2種類がある。震度が交差、湾曲、雪止まるなどの箇所に天井ブロックを敷き詰める。色は多くは黄色。警官への配慮から以前は灰色なども多かったが、 弱視者がブロックの位置を見つけやすいようにするため、黄色への敷き替えが進んでいる。ただし、車道の横断歩道部分に使われる場合は、車道を走る車両に配慮して、落下物等と混同しないよう、横断歩道の表示に溶け込ませてある。駅のプラットホームの線は、かつては白線が引かれているのみであったが、現在は白線に近接したホーム内側に、 黄色の点ブロックが埋め込まれている。近年では点ブロックのみでは方向を見失った場合に、ホームの内側と外側を区別できないため、内側に対比するつもりで移動しても線路内に転落してしまうという危険性があるとして、点ブロックの内側に安全側を示す、ホーム内方線として一本線のブロックが追加されることも多くなっている。高齢者。 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー進歩を施行に開業した新規路線等プラットフォーム建設時からホームドアが設置されている駅ではホームドアによって安全性が確保されているためホームの線を示す目的での展示ブロック設置は省略され上降口を示す点ブロックがホームドア開口部に設置されている他に 公共のトイレ等の和式便器の横床に排便位置を示すのを目的として天井ブロックが敷かれることがある。2001年9月20日に制定された g i s t 9 2 5 1で以下のように定められている。実際の製品は30センチのものと40センチのものが多い。線の数はほとんどの場合4本だが点の数は多いことがある。 ブロックの突起が段差となって、高齢者など足腰の弱い人がつまずきやすくなり、車椅子の障害になることや、ブロック自体が雨天時や、氷結時に歩行者が滑りやすいなどの問題点も指摘されており、改善などが望まれている。周囲の環境と調和する色合いによっては、弱視者が天示ブロックを認識しにくい場合がある。鉄道会社や地方自治体の違いにより、ブロックの種類が、 複数存在し、一つの駅に複数のタイプのブロックが設置されている場合や、突起の数が多いと平らに感じてわかりにくいという、声も、視覚障害者ら上がっている。駅のプラットフォームで滑り止めを展示ブロックと間違えて、その上を歩いてしまう人もいるという。視覚障害者ではないもの、健常者、視視障害者、知的障害者などは、視覚障害に無理解。 無頓着な人も多く、展示ブロックの上に商品や手荷物が置かれたり、駐車、駐輪されていることも多く、視覚障害者がぶつかったり、白杖で突き倒すトラブルも多い。展示ブロック周辺で工事を実施する際、展示ブロック上に工事用の柵などが無配慮に置かれる、ケースもあり、これが元で、視覚障害者の白杖が引っかかって負傷したケースもある。 諸外国でも付設されているが国際基準がなく、形、大きさ、色などが国ごとに異なっており、景観を重視してわかりにくい場合がある。展示による誘導だけではなく、音声案内を併用することによって、どの方向に進めば、どこに行けるかを、視覚障害者に認知させる商品、ブロックボイスがある。止まれのブロック上に一定時間、 2秒停止すると複数方向に配置されたスピーカー内蔵のブロックから進行方向にある施設名が音声案内されるようになっている。同商品は国土交通省新技術情報提供システムにも登録されており各地の駅や福祉施設などに約10年ほど前から採用されるようになっている。学校機関では四国学院大学香川県全通寺市が 平成20年9月に全国の大学で初めて導入しており、学生たちに障害者への支援や理解を促す試みにもしている。弱視者の夜間の視認性を高めるために LED を埋め込んだ製品も存在する。2012年 ISO235992012 アシスティブプロダクツフォーブラインドビージョンインペドパーシンズ タクトルウォーキングサーフェイスインディケーターズを発行した。複数の JIS が参考文献に入っているほか、日本の文献も参考文献にある。2014年にロシア企画、ケニア企画に2017年に同じ内容がスウェーデン企画になるなど広がりを見せている。JIS も国際企画と同等の内容は国際企画との整合性をとり、 国際規格で規定していない項目は、独自規格として改定した、日本工業規格実 D9251-2014、高齢者、障害者配慮設計指針資格障害者、誘導用ブロック等の時の形状、寸法及びその配列に改定している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。